こんにちは。今回は、床からの上体起こしを行ってみたいと思います。ベッドからの上体起こしは比較的、多いんですが、床からとなるとなかなか戸惑ってしまう方も多いかと思います。じゃあそれでは、まず、実際に行ってみましょう。ついつい腕力でよいしょーって起こしてしまいがちですが、この場合はですね、後ろに回り込むというのが、この技術の特徴です。ポイントなんですが2つあります。どうしても、動きにくい方などを起こそうとするとガチッとこう抱えてしまう方が多いんですが、そうしますと相手が起き上がってくる動きというものを止めてしまいます。ですから、ポイントをしっかりと抱える感じで、力まないで抱えるということが重要です。2つ目なんですが、実は一番この起こすときに大事な力というものは、腕ではなくて、足なんですよ。で、しかも筋力で動かすのではなくて、これも、倒れて回転するという動きです。実は片膝を立てて、いたんですよね。この片膝を立てて力んでいると何も起こりません。しかしリラックスして膝を倒していくと、体が90度回転します。この90度回転する動きと相手が起き上がってくる動きがピタリと一致して起き上がるという動作になっていきます。このことを踏まえてもう一度行ってみたいと思います。ガッチリとは抱えません。どちらかというとこうふんわりと抱える感じです。もう、この肩ですね、肩のあたりに軽く手をかける感じです。でここからですね、自分が、尻餅をつくような感じで後ろに倒れていくと相手が起き上がってきます。相手が起き上がってきたタイミングで膝をストンとつきます。こうしますと、自分の回転する動きと相手が起き上がってくる動きがぴったりと一致して、この起き上がりの動作が完成します。なお、この動作なんですが後ろに回り込めるということで、相手を支えて少し、リラックスしてもらう、休憩してもらうということもできますし、ここからまた立ち上がったりする動作にもつなげやすいということで、いろいろと応用の効く動作です。ということで今回は上体起こしを行ってみました。ありがとうございました。